辰野紀一郎チ月二9月27日から1981年5月29日は、昭和期の政治家、内務官僚、実業家、衆議院議員、幹染科護島県知事、初代大川市長。福岡県出身、第5高等学校を主席で卒業。1924年11月、高等試験行政科試験に合格。1925年、 東京帝国大学法学部法律学科を卒業。内務省に入省し北海道長続となる。以後、栃木県学務課長、鹿児島県労務課長、千葉県学務課長、鳥取県書機関、警察部長、宮城県書機関、警察部長、内閣情報部、第二課長、京都府学務部長、警視庁刑事部長、兵庫県警察部長、 近畿地方総監府第一部長などを歴任。1945年10月、鹿児島県知事に就任し、1946年7月まで在任。戦災の復興、食料の確保、文教の革新などを推進した。その後、九州地方商工局長を務め、1947年に退官。1949年1月、 第24回衆議院議員総選挙で福岡県第三区に民主自由党候補として出馬し当選。衆議院議員を一期務め、第三次、吉田内閣の法務政務次官となる。1954年4月、初代の福岡県大川市長に選出され、市長を3期務めた。その他、西日本貿易取締役、九州志向品協会長。 浜横川工業所社長、博多工開発社長、箱崎ユーティリティ社長などを歴任。ありがとうございます。